去年の派遣教えます。先日アニメトレンディングといういつも僕のチャンネルでランキングなどを紹介している海外の大手アニメファンサイトの方でアニメアワードというものが開催されまして、そちらで去年2022年のアニメから受賞作品が選ばれました。今回はそちらのランキング上位10作品を紹介していきたいと思います。それでは本編どうぞ。第10位サイバーパンクエッジランナーズ、第9位スパイファミリー、第8位チェンソーマン。サイバーパンクエッジランナーズはベストオリジナル脚本&SF メカアニメ部門にノミネートされていました。サイバーパンクエッジランナーズは作画、演出、色彩、音楽、キャラデザ、どれをとっても満足度高い作品で、近年稀に見る文句なしの超大作でしたよね。個人的にはこれはこれでコンパクトにまとまっていて良かったんですけども、20話ぐらいかけてデイビッドとルーシーの恋愛模様をもっとじっくりね描いてくれたらさらにグッときたと思いますし、なんならもっと長く見たかったっていうのも本音ですね。はい。ただ構成はピカイチだったと思いますし、こちらまだ見てない方にこそ見てほしい、そんな傑作なのでぜひとも見てみてください。サイバーパンクエッジランナーズ第10位となりました。続いてスパイファミリー第9位にランクインということで、こちらの作品は去年最も知名度、売上、人気、どれもトップクラスの2020年の覇権とも言われるような作品が第9位にランクインしたということで、第2クールでは新キャラクターの登場で、さらにスパイファミリーのストーリーの盛り上がりは上々だったと思いますし、そして第1クールではめちゃくちゃ話題になったアーニャの魅力、こちらも良かったですよね。しかも原作の売上に関しては原作累計発行部数が2900万部ということで、いや今年始まったタイミングでは累計発行部数1250万部だったので、社会現象という点においては続入鬼滅の刃、呪術廻戦、東京リベンジャーズ、こちらの次に当たる作品になったと言えるんじゃないでしょうか。原作をより忠実にアニメで再現するところから、オリジナル要素で原作にはない要素も保管してくれる、アニメファン原作ファン共に楽しめるという、そういったところがスパイファミリーの凄さ、そしては制作会社クローバーワークス、ウィットスタジオの原作理解度、アニメーションの素晴らしさかなと思いました。スパイファミリーはすでに続編2期と劇場版の制作が決まっていますので、いやこちら今後もねめちゃくちゃ楽しみにしております。スパイファミリー第9位にランクインされました。チェンソーマンはベストアクションアドベンチャー部門にノミネートされていました。チェンソーマンに関しては話数によっては完成度のムラがあるところが、少し気になったというのが、正直な感想で、しかもそれが僕は原作既読だからっていうのは十分にあるとは思うんですよね。チェンソーマンは放送前から今までのアニメの中でも類を見ないくらいに期待されていた、そんな作品だったので、いやかなり注目度は高かったんですよね。ただこのチェンソーマンという作品はアニメがですね、あまりにも今までのアニメの概念とは全然違うものとなっていて、評価するのがめちゃくちゃ難しい作品となっていました。アニメーションとしては邦画に近いようなカメラアングルや背景描写、キャラクターに関しても従来のアニメキャラのそれではなくて、まるで本物の人間と思わされるくらいに、ぬるぬるな 3DCG みたいなものとなっていて、あまりにも新感覚すぎて賛否が分かれるような状態となっていました。僕的にはね、構成もかなり良くて、戦闘描写に関しては特に良かったと思っていて、特に原作者藤本たづき先生節が前回の終盤の展開には最高に痺れましたので、いや今後続編はほぼ確定だと思いますし、アニメの続編から原作に関してももっと盛り上がってほしいなと思いました。いやすごく面白かったですね、チェンソーマン。第7位進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンパート2、第6位モブサイコ3期、第5位そのビスクドールは恋をする。進撃の巨人に関してはザ・ファイナルシーズンパート2めちゃくちゃ面白かったですし、ファイナルシーズン完結編は前後編の2部構成での放送となっていて、前編が本日3月3日に放送されるみたいですね。いやそして後編に関しても今年放送予定となっております。いやー進撃の巨人のフィナーレということで、すごく楽しみにしております。モブサイコ3期はアニメーション部門にノミネートされていました。モブサイコはフィナーレを飾る最高のアニメーションでしたよね。こちらの作品はこのランキングだからと見てない方も結構いるかなと思いますので、まだ見てない方にはぜひとも見てほしいなと思います。そして今回はヒロインの北川マリンが2020年のガールオブザイヤーにノミネートされていました。去年の冬クールは鬼滅の刃遊郭編や進撃の巨人ファイナルシーズンが放送されていて、これらのビッグタイトルがめちゃくちゃ盛り上がるだろうと放送前から言われていたんですが、その中でもこの奇跡恋が予想をはるかに超える勢いで大ヒットしました。奇跡恋は原作コミックスの人気度や制作会社クローバーワークスということで、放送前からある程度期待の声はあったんですけれども、その期待を大きく超えてきて、売上の方もとんでもない記録を叩き出しましたよね。円盤売上も1万枚超え、原作コミックスは最新10巻の発売により750万部を突破ということで、人気度売上ともに結果を残した冬クールの大ヒット作品ということで、今回は第5位にランクインしました。いやこちらはね続編の方も決定していますので、今後もめちゃくちゃ楽しみにしております。第4位かぐや様を告らせたいウルトラロマンティック、第3位リコイスリコイル、第2位サマータイムレンダー。かぐや様を告らせたいウルトラロマンティックはベストカップル部門とロマンスアニメ部門にノミネートされていました。かぐや様は3期でしっかりと決着つけてきたなという印象で、特に中終盤からこの恋愛頭脳戦にも決着がついて、ラブコメとしてもコメディ作品としてもクオリティがめちゃくちゃ高かったので、いやこちらのランキングは本当うなずけるものとなっていました。いやこちらの作品は今後も楽しみな作品ですね。はい、リコリコはキャラデザ部門とドラマ部門にノミネートされていました。いや面白かったですね、リコリスリコイル。去年の中でも圧倒的なキャラクター人気、作画演出、 BGM など様々な要素が魅力的で、去年の中で一番好きな作品となりましたね。特に評価したいのはストーリーの壮大性とリアルタイムで楽しむからこその盛り上がり要素、こちらですかね。ストーリーに関しては序盤から彼岸花とかキャラクターのバックボーンなどの不穏な要素など、序盤から様々な伏線要素が張り巡らされていて、考察要素満載
載でネット上で考察してるファンがかなりいたんじゃないかなと思いますね。そしてリアルタイム要素も相乗効果になったと思っていて、リアタイで見ることによって SNS などの考察が盛り上がる作品だったので、原作のないオリジナルアニメだからこその魅力が最高に詰まっていたなと改めて思いました。そしてリコリコエンディング、まあこちらに関しても最高で、アニメ終盤の引きが天才的だったので、佐藤健のエモすぎる引きがファンの心にめちゃくちゃ刺さったんじゃないかなと思います。あとはリコリコエンディングがネット上でめちゃくちゃバズって、まあ、TikToker とか YouTube などで動画が流れてくることも世界的に人気になった要因ですね。といった感じでリコリコは続編も決まっていて、最終話放送後に劇場版や2期の続編が見てみたいと心の底から思うくらいにハマった、個人的に去年最も面白かったアニメはリコイスリコイとなりました。いや、こちら続編楽しみにしております。サマータイムレンドは主人公のアジロジンペイがボーイオブザイヤーにノミネートされていました。あとはミステリー部門、上演女性キャラ部門、スーパーナチュラル部門、男性声優部門などにもノミネートされていました。サマレに関しては歴代のアニメと比較しても負けないくらいのレベルの高さ、魅力満載の超大作だったなという印象ですね。ワンクール目のミステリーもの、タイムリープものとしての伏線要素は見ていてハラハラするような展開、そして2クール目のバトル要素に感動要素、怒涛の展開に涙なしでは見られない、そんな超大作でしたね。主人公のアジロジンペイとヒロインの推しを、この2人の関係性だとか恋愛要素、兄弟の敵に立ち向かう主人公の覚悟など、様々な要素がトップクラスだったなと思いました。まだ見てない方は本当にぜひと見てほしいなと思いますし、こちらの作品今現在は独占配信じゃなくて様々なサブスクでサマータイムレンダー視聴できますので、ぜひとも見てみてください。そして第1位、ボッザロク。ボザロはアニメオブザイヤーに加えて8部門もノミネートされていました。いや、今回がね9回目のイベントになるみたいなんですけども、このボザロが最も多くの部門賞にノミネートされたということで、またもや快挙となりました。ボザロ1期はいわばボッチャのサクセスストーリー、まだ序章も序章なんですけれども、それでもあの面白さは半端なかったですよね。陰キャのコミュ障でネクラナボッチャがバンド活動を通して仲間と居場所を見つけることができたというサクセス陰キャストーリーが第1期の内容で、まあ、よく比較される軽音と比較してもまだまだストーリーに深みが足りないというところもありましたので、まあ、その状態でね1位にランクインするというのは、いや本当にボッザロックのポテンシャルが満載だったのかなと思いました。原作の内容を忠実にアニメで再現し、オリジナル要素も加えて、さらにアニメーションとしての演出は際立ってより良いアニメにもなっていましたし、特に魅力的に感じたのは楽曲面、これもすごく良くて、今現在ボッザロックの曲を無限に聴いている人がおそらくこの画面越しのリスナーさんの中にもいるように、まあ、今年の中でもねトップクラスに反響を起こしたその作品ということは間違いないですね。ただボザロはまだまだ上がってきますので、続編の方を楽しみに原作コミックス、楽曲などのコンテンツを消費しながら気長に待とうかなと思います。いや、ボッザロック本当に最高でした。ということで今回は去年2020年のアニメオブザイヤーを発表していきました。いやー、去年2022のアニメを改めて振り返ってみると超豊作な年だったんじゃないでしょうか。いや、これは歴代と比較しても今後話題になるような年になってくるんじゃないかなと思います。皆さんの去年の好きだった作品などありましたらコメントで教えてください。この動画がよければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。